吉野日登史2018年5月4日は日本の元警察官僚第79代警視総監1934年北海道苫小牧市出身北海道苫小牧東高等学校から東京大学経済学部を卒業後1960年に警察庁に入庁警察庁入庁後は各地の警察本部や警察署での勤務 国鉄名古屋鉄道管理局旅客課長、在ユーゴスラビア連邦日本大使館一等書記官、警視庁、外事一課長、道行安総務課長、香川県警察本部長、中曽根康弘内閣総理大臣秘書官なども、歴任。1991年に、警察庁警備局長、1992年に、警察庁次長を務めた後、1993年に、 第79代警視総監に就任し、1年間、務める。警視総監退任後は、日本道路交通情報センター理事長などを務め、2008年10月に、日本相撲協会幹事に、外部招聘という形で、就任、2010年には一連の、大相撲野球賭博問題を受けて設置された、相撲協会外部による、特別調査委員会委員を務める。 2012年1月31日、日本相撲協会外部幹事を退任。2018年5月4日死去。83歳坊つ。吉野は池波翔太郎の小説、鬼平犯課長のファンであることを公言している。一方で文人としての顔もあり、著書も出版している。ありがとうございます。